今回は名人戦第1局1日目見ていきたいと思います。黒番がイヤマ王座、白番が芝の名人ですね。いよいよ7番勝負始まりましたね。で、この今お互いどういう状況なのかっていうことなんですけども、まあ、お互いね絶好調かなと思いますね。芝の名人は直近の世界大会でベスト4入りましたし、イヤマさんもまあ世界戦では 残せははししなかかっったたでですすけど内容は良かったですし中国の高級リーグも敗れはしましたけども内容はめちゃくちゃ良かったので、まあ、お互い絶好調と言っていいのかなと思いますね。まあ、国内戦はね井山さん、オー王座勝ちまくってますからね。でというわけで、えー、今回ね、かなりの激戦が適当になるかなと思いますね。 どっちが勝つかは、わからないですね。で、二連星同士の指摘ですね。で、井山さんが二連星打つのっていうのは、かなり珍しいですね。打たないこともないんですけども、井山さん、特にね、字を、字の方がね、どちらかといえば好きなので、二連星っていうのはどちらかというと、スピード重視というかね、足早な、バランスタイプのね、指摘なので、まあ、字も厚みも、 フランスよく取っていこうっていう指摘なんですね。で、ここで白がね、字を稼ぐ手を選択しましたね。これは先に実利先行しちゃおうっていう手ですね。芝の名人はね、どんな語でも打てますね。オールラウンダーなので。で、両がかりして。まあ、黒としては、 戦いを起こしたいんですよね。で、白としては、なるべく戦いが起こらないようにゆっくりした碁を打ちたいと。そういう両者の思惑あるのかなと思いますね。で、こちらにつけて。で、コスミですね。コスミは一番力強い手ですね。ここでも、 プロとしては選択肢がたくさんあるわけですけど、一番穏やかなのはこういう二軒に開くて、これは穏やかですね。二軒穏やかなんですけど、一応白もね、守りの形があるので、この肩付き、荒付きがぴったりで、一応守りの形ありますので、まあこれは穏やかなんですけども、不満ということで。一番コスミが戦いたいっていう手ですね。で、二軒とコスミのバランス取った手がね、あの、この一軒なんですけど、これちょっと中途半端な 意味もありますから、一番力強い手をね、選択ですね。で、ここで、えー、ハサミなんですけど、ゆる、ゆるやかなハサミですね。あんまり厳しくは、戦うつもりはないっていう感じですかね。で、このつなぎを効かして、曲、ま、が、あ これはもう上辺黒字でいいですよっていう打ち方ですね。もう黒字にしちゃいますよと。で、ここで、えー、この手なんですけどね、これやっぱ芝の名人の工夫した一手でしたね。ちょっと気づかないんですよね、こういう、なんというか、不思議な手なんですね。ちょっと気づかない。あんまり厳しく攻めるつもりがないっていう手なんですね。穏やかにゆっくり打とうっていう手で。 あのー、ま、第1巻はここなんですよね。ちょっとまで行きたいと。第1巻は。これが一番厳しいんですが、第1巻はこんな感じで攻めていくのが第1巻なんですね。まあ、ちょっと、まあ、これだと一応追い出すっていう展開になるんですけど、まあ、これはこれであるかなと思いますね。この後難しい戦いですね。でこれ不思議な手で、 角まで行けるところをあえてね、控えたんですね。これどうなるかですね。で、ここで、でここでこれ決めたのうまい手順でしたね。ちょっとやっぱ、いっぱいゆとりがあるということで、手抜けるという判断して。まあ、これ先手なんですね。まあ、これ権利みたいなもんなんで、次押さえる手があるので、でこれ決めて、これですね。これがい、居山や山い流ですね。 これは目いっぱいにね、まず上辺をしっかり先に得してからしのごうっていう手なんですね。しのぎの手順に回ろうと。これとこれでまず上辺を得して、この掛け継ぎもね、穏やかでしたね。全く焦りがないですね、白は。局面がゆっくりすることを目指してますね。だから勝負を急いでないんですね。勝ち急いでなくて、長い、 長期戦にしようというふうに、まあ、チャンスを待ってるわけですね。これはなんというか、一番厳しい手はここなんですよね。ちょっとこういう手も打ってみたくなるんですけども、一番厳しいんですけどね。ちょっと絶現の図とかも見てきますか。絶現もこの掛け決め、示してますね。これはやっぱ第一巻ではあるんですよね。 一番厳しい手なので、ただ、まあ、コスミつける手があって、なかなか難しいってことですかね。うん、ただこういう、あの、ことかになって、急戦になってね、あの、これが成功すればもう一気に勝負決まっちゃう可能性もありますからこんな厳しい手ではあるんですが、まあ、ちょっと難しくなるってことですかね。 ここに打ちまして。で、これも思い切った手でしたね。これ、これはですね、もう上辺を黒字に、これで黒字にしますよっていう手なんですね。この幅で。これは字は損なので、右辺の字を先に損してますので、上辺をもうこれで字にしますよっていう、結構思い切った手ですね。で、これを先手で打って、このコスミ付けがいい手でしたね。で、これでもう、 早めにき生きちゃおうっていう手ですね。真ん中空いてるんですけど、まあ脱出はできるんですけども、こんな感じでね。真ん中空いてるんだけど、ちょっとね、あの、いつまで経っても、なんかこういう風に攻められると急に黒の目がなくなるんで、これいつもそれ経っても収まるまで時間かかりますんで大変ということですね。 ま、あとは、こういう手が、例えばこういう手と変わっても得かどうか、この交換とかが得かどうかがわからないので、打っていいのかどうかっていう問題ありますからね。結局、切って戻らないといけないので、こういう風に後ろに受けられてもね、切って戻らないといけませんので。こうなると、 ちょっと桂馬の薄みとかも出てきますから、切る手とか残っちゃいます。まあ、打ってもあんま得しないってことですね。というわけで、これいい手でしたね。早く収まっちゃう。白が固く打ってるので、黒も戦わずに、ここは戦う場所じゃないっていう判断ですね。で、これで100%、確定の域ですね。 でこれもね、これはもう、上辺この幅で字ですよって、字にしますっていう手ですね。思い切った手でしたね。で、動き出してきましたね。白も、さすがにこの幅で、えー、全部黒の字だ、字というわけにはいかないよっていう手ですね。ちょっと軽く消しますよと。で、ここに打ったところで、お昼休憩になりましたね、黒の。 やはり、時間の使い方もね、勝負になってきますから、まあ、こういうお昼休憩の時間は持ち時間減りませんからね、こういうところでもね、持ち時間、えー、時間を有効に活用していこうということですね。まあ、芝野名人はこういう細かいところ多分あんま気にしないのかなと思いますね。どちらかというと、やは王座の手番で昼休憩に入ることが多いのかなと思いますね。 で、ここで今お昼休憩に入ったんですけども、絶芸の図見ていきましょうか。絶芸はですね、切る、あの、出て切るってこれ示してますね。ちょっとこれ人間には気づかないんですね。筋悪いので、形があんまり、こう、切り方があんまり良くなくて、筋悪い切り方なんですけども、あの、筋悪くても厳しいっていうことですね。これ絶芸が示してる図と。 で、まあ、ここはね、第一感は難しいですね。まあ、一番良くない手はこういう手ですね。受ける手はあんま良くないと。ちょっとこれ効かされて硬すぎるので、小さく取らされた格好なんで、まあ、こういう手が良くないってことですね。プロとしてはここで考え、どういう考えかというと、戦いを起こしたいんですね。とにかく。局面が落ち着いちゃうと白を、 の席が成功したってことになっちゃいますから、とにかく戦いを起こしたいと。だから、ま、ここに切るのが、戦いを起こしたいっていう手ですね。切って戦いを起こすと。これ急所の切りですからね。他には、えー、ここに跳ねていくとで。これ切ってきたら、えー、まあ、これを決めて、で、次が来たので、この石弱くなったので守ると。調子で、調子で守っていくと。まあ、こんなような展開考えられますね。 で、お昼休憩が明けましたね。で、黒の打った手は、切りでしたね。やはり、戦いを起こしたいということですね。白としてはあんまり戦いたくないと思って打ってますので。で、ここまで、お昼休憩明けまして、ここまでが、今、原曲面となってますね。で、衝撃なんですけども、ここまでね、あの、互角の形成だったと思うんですけども、なんか、衝撃の展開になりました。で、ここに白がコスミを打って、 でえー、黒の評価値がね、99%超えたんですね。ということは、白の、えー、評価値が0%、0.6%ということになったんですが。まあ、これはね、さすがに、えー、ミスかな。ミスというか、あのー、何かの間違いかなと思いますね。で今確認したけど、ここに打ってませんでしたね。やはりこれはね、さすがに、そんな手は打ってないですね。これはなんか、ゲームに分断されても、ちょっと、 さすがに危なすぎて、あの、無理なので、これは、打ってないですね、この手は。あの、入力ミスかなと思いますね。なので、原曲面は、まあ、ここを打ったらもうちょっとここで、尾が終わってた可能性はあるんですけど、まあ、これ打ってませんので、ここまでですね、原曲面ここまで切った曲面までということで、まあ、これで互角の難しい勝ブかなと思います。うん、というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。 よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。